9月23日の空の日、空の循環に合わせ、空に関する様々なイベントが行われました。島田市では空港ティーガーデンシティ構想の一環として、富士山静岡空港の将来を描くスペースポートと題し、講演会とパネルディスカッションが開催されました。講演会では日本宇宙旅行協会のパトリック・コリンズ氏がスペースポートとして富士山静岡空港を活用する可能性について講演しました。パネルディスカッションでは民間宇宙旅行時代の到来と世界の日本の動きをテーマに様々な意見が交わされ、アニメ機動戦士ガンダムの監督富野義行氏がアニメーションの世界から見た宇宙旅行をテーマに話し、50年前に描かれた未来の絵を紹介。そこには富士山の麓でロケットが製作されている様子が描かれていました。また富士山静岡空港では空の日のイベントが開催され、たくさんの親子連れで賑わいました。中でも飛行機の操縦を体験できるフライトシミュレーターには行列ができ、子どもたちは操縦桿を握って富士山静岡空港への着陸を体験しました。空港写真館コーナーでは各航空会社のパイロットと客室乗務員の制服や富士山静岡空港にやってきた様々なチャーター便の写真が展示されました。富士山回廊では輪投げゲームが人気を集めました。鹿児島、札幌、福岡などの就航地をめがけて輪を投げ、入るとその就航地のお菓子が子どもたちにプレゼントされました。3階の展望デッキには静岡県の人気キャラクターフジッピーが登場し、フジッピーとじゃんけん大会が開かれ、最後まで勝ち残った子どもには飛行機の模型などが贈られました。この日、空港は空への思いを寄せる子どもたちの笑顔であふれました。